はい、それではよろしければ、ウィシェ選手の試合後インタビューを始めさせていただきたいと思います。はい、試合後の率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。まあまあ、よかったなというか、思ったより早く終わったなという感じです。当初のプランなどはいかがでしたでしょうか。はい、まあ、焦らないでしっかり1ラウンドしっかり様子見て2、3で倒しに行こうと思ってたんですけど、まあ、終わっちゃった感じですね。お疲れ様です。試合後の対戦選手の印象などはありますか。まあ、30秒くらいだったらあんまり印象もないんですけど、まあ、印象は特にないですね。はい、アントニオ猪木さんにコメントがありました。はい、あ、本当に僕、格闘技始める前から小学生の時から僕のおじさんがすごい猪木さんのファンで、大ファンで、僕が格闘技始める前から夜な夜な異種格闘技戦見てたんで、でこういうタイミングで自分がプロ格闘家になってて、でこの舞台で試合させてもらえるっていうのは本当に感慨深いし、ありがたいことだし、僕も猪木さんの闘魂だったりとか、いろんな気持ちを受け継いで、これから頑張っていきたいなと思います。野球は健康を考えたいです。そうですね、今年11月から自分のジムも始まって、それ大事ですし、これからもっともっと、まあ、負けてないんで、これからもずっと負けなしで進んでいきたいです。ありがとうございます。こちらからいきます。ボディを狙うというのは、はい、最初から決めてますか。そうですね、オープンフィンガーですごい肘とか怖くて、練習の時はちょっとすごい難しいなって感じたんですけど、まあ、試合で、まあ、ウェーって、まあ、特に別に狙ってたわけじゃないんですけど、腹効いたなっていうのは分かったんで、そのまま倒しに行った感じ、腹で倒しに行きました。はい、普通のボクシングフォームの普通は感じなんですけど、はい、オープンフィンガーって書いてどんな感じですか。感触はあんまり変わらない感じでしたかね。でもなんかこうちっちゃくて、いつもの感じよりこうぐちゃっていくというか、そういう感じはありました。そう、MMA の練習したのは全く全くなかったんですけど、そうです、僕横浜のグランドスラムさんで、すごいお世話になって、伊藤誠一郎選手にこう MMA を教えてもらってたんですけど、まあ、1回ぐらいこうテイクダウンとか行きたかったんですけど、まあ、無我夢中で、まあ、そこまで余裕がなくて終わっちゃいましたね。